疲れた。あ、どうも。本日はですね、ちょっと一仕事終えたということで、自分が今食べたいもの、とんかつを作っていきます。しかし、本日も、1からではなく、0から作るスタイル、とんかつソースから作っていきます。それでは、行きましょう。まずは材料の紹介。下からスイートバジル、キウイ、人参、生姜、ニンニク、リンゴ、トマト、セロリ、こちらを一かけに刻んでいく。どいや。うわ、まだちょっと中途半端な状態。もう一回どいや。はい、このような感じで OK です。続いて先ほどカットした野菜と果物をミキサーでペースト状にしていきます。手動のミキサー、古き良き時代。回る回るよ、時代は回る、別れと出会いを繰り返し。はい、ニンニク、玉ねぎ、スイートバジルからの何何何何ショートコント、出走前のボートレーサー、体をほぐして塩まく、手を叩いて体をほぐす、ボートに乗り込んでエンジン始動の合図を待つ。ビービービー、エンジンを紐で巻き、エンジンをかける、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 かかった。エンジンにもたれ込み、出走のランプを待つ。ペースト状にした果物と野菜を混ぜ合わせていく。とりあえずね、味見をしてみます。いただきます。はじめリンゴとね、キュウリの甘さがバチーンときて、その後苦味、香り、なんかもうわけわからん。とにかくね、玉ねぎの汁で目が痛い。はい、続きましてソースの素。まずは砂糖と水を鍋に入れ、火にかけ、カルメラソース、カラメルソース、どっち、いや、チャルメラソース、ドゥルルルルドゥルルルルルルル、いや、いっちゃんちゃうやろ。できたらお湯で溶いていきます。溶いたものがこんな感じ。うわ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 、お前大事か。まあギリ負けんかったんで大事でした。よかったべ。溶かしたものがこんな感じ。綺麗な色。こちらにね、醤油と赤ワインと酒とみりん入れてことこと煮込んでいきます。まあね、30分ぐらいですかね、煮込みました。だからなんだよ。続きまして、最初ミキサーにかけた果物と野菜を加えて、またね、小1時間ぐらい弱火でことこと煮込んでいきます。煮込み終わったものがこちら。はい、だからなんだよ。煮込んだものをザルでこしていきます。この時ね、もうめっちゃスパイシーないい香りがしてた。煮込んだものは一滴残らず骨の髄まで絞っていく。まあ野菜は骨ないんですけどね。はい、この野菜たちの葉脈の髄まで絞っていく。いや、もうちょっと何言ってるか分からなくなってきたわ。はい、こしたものがこちら。もうね、何これ、ポーションかいうぐらい綺麗なんですよね。輝いてる。とりあえずね、こちらのポーションをちょっと飲んで回復していきます。何これ、やば。今まで食べたことのない旨味。ベジカー、どうしたんや、もう目がガン決まりじゃないか。先ほどの液体を鍋に入れ、火にかけていきます。
沸騰したら水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。はい、一人暮らしなのに溶け作りすぎました。誰かいる人はお裾分けします。はい、続いてね、とんかつの準備。こちらは栃木夢ポーク、分厚いです。もうね、とんかつの下準備はもう料理の基本中の基本。玉ねぎは皮を剥いて食べるぐらい基本中の基本なんで、さらっと流します。まずは筋切りからのロン、リーチ一発イーペーコードラヨンバイマンで叩いて柔らかくします。叩いたものに塩、胡椒、胡椒はねあえてのブラックペッパーで、周りに小麦粉、卵、パン粉をくぐらせてください。ここでね、たまにね、小麦粉を溶いたものをつけて卵にくぐらさずパン粉つける人とかいるんですけど、それやったらね、まあ簡単なんですけど、衣がね剥がれ落ちるんで絶対にやめてください。小麦粉、卵、パン粉の工程、これさえ守ればサクッと揚がります。で、話はちょっとそれるんですけど、まな板は僕ヒノキのものを使ってます。まあ、ヒノキはね硬いんで包丁の傷が入りにくい、あとは水はけもいい、あとはね、まあ香りがめっちゃいいっすね。このまな板大好きっす。でもね、ちょっと高いやつで、なんか切り株みたいなやつもありますよね。年輪っていうんですかね、なんかあそこ強いみたいなんで、ああいうのもちょっと欲しいっすよね。まあ、こっからもう一回卵につけてパン粉2度漬けもいいかもしれないですけど、今回は1度漬けというか、まあ1度漬けで十分だと思います、僕は。はい、油に温度計はいりません。パン粉を落としてすぐ上がってきたらもう揚げていい合図。180度ぐらいですかね。ゆっくり揚げていきます。バーリ危なっかしいやん。もう油がフライパン見た見たやから、いつ溢れるかわからんで、火事になると思うて、皆さんは真似しないでください。揚げ物はちゃんと揚げ物用の鍋で、綺麗な色に揚がりました。片面ね、だいたい3分ずつぐらいですかね。何？グローブ？なんかじゃんけんのパーみたいになっとるかな。じゃんけんパー、あら行こうでしょ、フィーバー、タカ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 、こんなゲームありましたね。はい、はい、嬉しげー。真ん中から。これバリうまい。豚もうまいんでしょうね。もちもちでしっかり脂が乗ってる。あとやっぱソースね、スパイシープラスいろんなもんの旨味が混ざってね、今まで食べたことのないようなね、バリうまなソースができてます。とりあえず乾杯、お疲れ様です。とんかつはですね、この端っこのめっちゃ脂が乗ってるところもうまいっすよね。外サクサク中ジューシーかよ。
ちょっとソースの感じがもうちょっと欲しいですね。なんかちょっとソース感が足りないってことで、今からは大阪串カツ風に食べていきます。はい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 、二度漬け禁止やで。うわうまっ。やっぱこのソース格別。いや、このソースで串カツしたバリうまそう。次回は串カツパーティーだな。うん、最後まで美味しくいただきました。ごちそうさまです。それでは次回もまた見てね。グッバイ。